はい、こんにちは、レトスの大野です。1月15日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。今年に入って半月15日が、過ぎましたが、理解学習は実践できていますでしょうか。ずっとお伝えしてきてるんですけれども、理解学習は実践しないと実力はつきません。そして個別指導っていうのは、その理解学習を実践するためにあるんですね。他社の予備校や大手の通信講座とは異なって、理解に焦点を当てて学習を進めていきます。そして今年あなたに合格していただきます。一緒に勉強して今年の合格を目指しましょう。そして理解学習ってどういったものなのか、別途動画でまとめていますので、独学でできる理解学習という動画ですね、昨日もご紹介したんですけれども、まだ見てない方はぜひご確認ください。右上のお知らせボタン出しておきます。また最後にも動画の真ん中にリンク貼っておきますので、そちらからご確認ください。で、問1ですね。連帯保証人が債務について時効が完成すると、主たる債務者の債務も消滅する、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは、主たる債務者の債務は消滅しませんので、誤りですね。連帯保証人の時効の完成は絶対効ではありません。つまり連帯保証人の時効が完成しても、主たる債務者の債務は消滅しないんですね。もちろん、時効が完成した連帯保証人は債務を免れます。まあ、この点もね、重要なので、しっかり理解しておきましょう。それでは問2ですね。宅地建物取引業者は、宅地、もしくは建物の売買の契約が成立したときは、宅地建物取引業者でない買い主に対し、取引使用して一定の重要な事項を記載した書面を交付した上で、説明させなければならない、丸か×かという問題ですね。で、答えはどうでしょうか。×です。重要事項説明及び書面の交付っていうのは、契約成立前に行わないといけないんですよね。これさらっと読むと、分かっていても丸にしてしまうんですよ。この辺さらっと読んじゃって、まあ、最後の方だけ見るとこれ正しく見えてくるんですよね。今回の問題は前半部分が誤ってるんですね。ちゃんと問題文を読む癖つけないとですね、間違ってしまいます。もうボンミスしちゃうので、もうボンミスしちゃうと、もうどれだけ実力ついていても合格点取れないんですね。なんで、しっかり問題文を読む癖をつけましょう。また問題文のこの取引使をしての押してですね、この押して。まあ、これについてなんですけども、解説ちょっと長くなりますので、この点については個別指導で解説させていただきます。個別指導の受講者さんでわからない方は、ご質問いただければ解説しますので、ご質問いただければと思います。で、問3です。準都市計画区域については、都市計画に準防火地域を定めることができる、丸か×かという問題です。答えは×ですね。準都市計画区域には準防火地域を定めることはできません。準都市計画区域で定めることができる地域地区っていうのは8個しかないんですね。で、その8個って何かっていうと、用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、高度地区、景観地区、風致地区、あと緑地保全地域、伝統的建造物群保存地区、この8つなんですね。8個です。で、注意点でもあるように、高度利用地区は準都市計画区域では定めることができません。また特別緑地保全地区だったり緑化地域、これも定めることができません。そしてこの8つは全て覚えておいた方がいいんですね。もう覚えていたらこれ解ける問題なので、まあ覚えてほしいんですけども、これ覚えにくいですよね。なので、個別指導では覚え方も教えています。宅建試験は頭に入れるべきことが多いので、理解学習やテクニックを使いながら効率的に頭に入れていきましょう。で、最初でもお伝えした通り、独学でできる理解学習の仕方についての動画は真ん中に出しておきますので、まだご覧いただいてない方はぜひご覧ください。理解学習やらないと、どれだけ勉強しても過去問の点数は上がるけれども、本試験の点数は上がらないっていう風になっちゃいますので、絶対に理解学習しましょう。やったらやった分だけ実力って上がってほしいじゃないですか。やってもやっても過去問の点数だけ上がって、また予想模試の点数だけ上がって、本試験では合格点取れない。で、これって悲しいじゃないですか。だからそうならないためにも、絶対理解学習を実践していきましょう。で、自分自身で理解学習を実践するのは難しいって方は、ぜひですね、個別指導、ご検討いただければと思います。今からであれば、あなたに合格していただく自信があります。個別指導は、この動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、そちらからご確認いただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきまして、ありがとうございました。レトスの小野でした。